はようございます。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。やはり金髪ですね。そうですね、ずっと結構割とずっと金髪なんで、それで覚えてもらえたらなと思います。はい、次でーす。皆さん、そうですね、するときは、まあ、毎日でもいい、オフもありますけど、まあ、始めるときは7時半とかから周回して、で、まあ、もがいたりとか、そんな感じです。計画の人たちとかは、まあ、みんな休みなくやっててすごいなと思うんですけど、自分は結構休みあったりしますね。まあ、買い物に行ったりとか、もう全然家でダラダラしたりとかする日もあるしって感じですかね。もともと自転車競技やってて、で、国体の時に石井寛子さんと一緒にチームスプリントっていう種目を一緒に走らせてもらって、でそれで寛子さんと、まあ、知り合って、でそのグランプリに出るから見に来たらっていうふうに言われて、生で競輪場で見るのが初めてで、やっぱその時の、まあ、独特の雰囲気っていうか感動して、で自分もこういう競輪っていう舞台で走ったら、こう自分の今の実力がどのぐらいなんだろうっていう、まあ、なんかそういう好奇心というか興味っていうか、そういうのも試してみたいと思ったし、まあ、自転車も好きだったんでやってみたいっていうふうな気持ちになって、それで競輪っていう道を目指しました。これ一回あれですか、バイク引き終わりですか。そうですね、一回休憩す。めちゃくちゃ速くてびっくりします。いやいや、全然まだまだ。男の人たちはメニュー一緒ですもんね。まあ、そうですね、速度は全然男子の方が出てますけど、練習のメニュー自体はいつも一緒、大体一緒です、ね、岡本さんの頭の小ささがこれ一番ちっちゃいサイズなんですけど、なかなか頭に合うのがあんまなくてそういつも子供サイズの帽子とか入っちゃうんですよね。え、体も華奢だなと思って。あ、まあ、そうですね、細い、うん、細い方ですね。ね、もうちょっとでかくなるといいんですけど、でもやっぱ体重あってパワーある人とかの方が、まあ、風にも強いですよね。風受けても多分パワーで押し切れたりとかするんで、自分はもう風吹いたらキョロキョロって飛んでっちゃうんですこれスピード出るんですか、これ。はい、これ今の最高速度。65、本当に出てる。65って原付でも出ないですよね。4本目入るの早すぎませんでした？はい、4本目やるの早すぎません？めっちゃ早かったですね。すぐ終わってきた。今の最後どれくらいですか？いや、速度は全然出てないですね。もうバイクいなくなっちゃうんで。まあでも足いっぱいですね。そうですね、私もデビューした時に細っと思ったんですけど、でもおそらくね、私や石井姉妹とかもう競輪10年ぐらいしてるので、やっぱその間に私たち体が大きくなってきたので、やっぱデビューした選手っていうのはまあまあ
ニナぐらいで普通かなっていう感じはします。社交的だと思いますね。誰とでもすぐに馴染めておしゃべりができるという、そこはすごくね、人懐っこくて長所だなっていうふうにして思います。岡本さんはまあ足があるというか、まあ、結構強いんですけど、まあ、たまに勝ちきれないこととかちょっとまああったりとか、でもまあそれはまあ慣れていって、岡本さんの同期もう結構強い子が多いし、優勝結構してる子もいっぱいいるし、まあ、結構強いとは思うんですけど、まあ、それから比べたらちょっと優勝回数は少ないのかなとは思うんですけど、まあこれからじゃないですか。お疲れ様です。ユッケジャンスープ定食とハラミです。ご飯大盛りです。ご飯少ない。多いよ。頑張って食べます。普段小食なんですよ。でも最近はちょっと頑張って食べなきゃなと思って大盛りに、無理やり大盛りにしてます。練習後で入りますか？頑張ります。ご飯あげようか。そもそもちょっと白米がそんなに好きじゃないんですよ。まあ子供みたいだね。練習よりきて食べる。いやもう全然食べなくていいんですよ、言ったら。食べなくていいならどんどんそしたら体は、うん、だから食べないといけないんで、栄養としてとってます、ご飯。いやどうですかね、まあ、まだだって本当に全然そんな原動力っていうほど長くもやってないんで、もうただひたすら頑張るだけっていうか、もっともっといい成績残したいっていう気持ちなだけですかね。最終的にはやっぱ一番大きい目標は、まあ、多分競輪やってる人はみんなグランプリ目指してると思うんですけど、まあ、そういう大きいレースに出れるぐらい活躍できるようになりたい、なるのがまあ目標ですかね、競輪選手としては。あとはまあ幸せに暮らせればいいかと。そのぐらいです。